んこんにちは、佐藤ゆりあです。今日は私の瞳にぴったり合うブラウンアイシャドウでメイクをしてみました。普段のメイクで一番使うブラウンアイシャドウなんですが、ブラウンの中でもピンク寄りのブラウンとか赤みがあるブラウンとか、いろんなタイプのブラウンがあると思うんですが、今回は自分の瞳の明るさや鮮やかさを自動解析してくれるスマホ向けコンテンツ、アイシャドウで自分にぴったりのアイシャドウを見つけていきたいと思います。早速診断してみたら、私はこの色でした。 OR303 のオレンジキャラメルでした。私は瞳の色が明るい方なので、明るく温かみのあるオレンジブラウンで、カジュアルな色っぽさを演出、みずみずしくピュアな目元が合っていて作れるそうです。今までは、流行りの赤みが強いブラウンだったりとか、一度気に入ったらそのラメ感が好きだったりとかで、ずっと同じブラウンを使い続けていたんですが、今回は、私の瞳の明るさや鮮やかさを自動解析してくれて、私にぴったりな色を選んでもらった色なので、ちょっと今までには持っていないようなブラウンのアイシャドウはとても新鮮でした。今回はこのアイシャドウを使ってメイクをしていきたいと思います。アイメイクをしていきたいと思います。今はベースとアイブロウは終わった状態です。これを使って今日は少しビターなアイメイクをしていきたいと思います。この目元ファンデーションで全体を整えていきます。これはさらっと仕上げて、密着もそうだし、アイラインとかアイシャドウの崩れを防止する効果があるのかなと思います。次に全体にこの左下の明るい色をのせていきます。隣の中間色をのせていきます。全体に明るい色をのせた後、自分の瞳と同化するパウダーでツヤ感と立体感を与えます。瞳は色を反映するので、ここで合った色味を使うことで目が自然により大きく見せてくれる効果があります。ツヤが綺麗に出ることで大人っぽく色っぽい目元になります。4色をしっかり重ねてるんですが、全く粉っぽくならなくて、重ねるとツヤが増してより大人っぽく色っぽい目元を作ることができました。この私の瞳に合ったアイシャドウの色を使ってるので、確かに本当にアイシャドウ入れただけで黒目が自然と大きく見えて、こうナチュラルに私の目にもとても馴染んで、このツヤ感と立体感で瞳が大きく自然に大きく見える目元を作ることができました。これでメイクの完成です。今日は診断して見つけた私の瞳に一番合うアイシャドウでアイメイクをしてみたんですが、オレンジ色のアイシャドウはカラーメイクの感覚で使っていたので、普段メイクのブラウンを使っている感覚ではあまり使ってなかったんですが、今回私に一番合うと診断されたこの OR303 はオレンジ寄りの色なんだけど、私の瞳が結構明るい色なので、その瞳に合うような少しオレンジ色の明るい色のブラウンベースのアイシャドウを使ってメイクをすることで自然に大きな目元を作れるというアイシャドウでした。今回のこのアイシャドウを使って、このおすすめのアイメイクの仕方に沿ってそのままメイクしてみたんですが、
これもこの持っているアイシャドウの入れ方一つでビターな雰囲気やスイートな感じに簡単に作れるというもので、今回はちょっとこうビターな雰囲気のメイクにしてみて、いつもより大人っぽい印象になりました。今までは自分が好きなブラウンを使っていて、自分の瞳に合うブラウンを使うっていう発想はなかったので、今回自分の瞳に合うブラウンを見つけられてすごく新しい発見だったし、本当に自分に似合うアイシャドウを見つけられて良かったです。ぜひ皆さんも体験してみてください。バイバーイ。